どうも、イズログです。今日は、2021年の目標って俺は立てました。で、今年の抱負とかね、みんな立ててると思うんですが、もう今年あと6ヶ月しかないんですよね。7月入っちゃったんで。なので、みんなどんな感じになってんのかななんていう、そんなことが気になったし、僕の進捗ですね。進捗をちょっと上げておくので、上げておくというか、喋るんで、それだけちょっと喋らさせてください。で、結論から言うと、2021年の目標ですね。いやー、これはね、達成は全部不可です。結論から言えば。今ちょっと、これ何を見てるかっつったら自分のブログですね。イズログ人生をイージーモードに二足のわらじで生きていくっていうような趣旨のブログなんですけど、今年結論から言えば、まず去年買った空き家改修が2ヶ月で終わることで、外籠もりプレイスを開業して自分の、城を作ったんであれば、英語やる、FX やる、ブログじゃなくてサイトを作るわけですね。で、そのサイトが、ワーホリブログ2つ、ゲーム用の実況、YouTube チャンネル1つ、それのゲーム攻略のサイトですね。これ自己満足だからいいんだよね。別に収益化しなくても、収益化はしてみて収益になってもなんなくても、当たったら儲けもんだよねぐらいで、考えているものですが、本来、この中で、一番の肝はやはり経済基盤なわけですよ。二足のわらじの片っぽ、今年こそ作ろうっていうふうにブログの頭のブレットでは書いてあるんですけど、これ不可能になりましたね。なんでかって言ったら、一応この動画で喋ってる現時点は、何時だ今。7月、あ、そうか、6月は時計出ないんだ。7月の3日で今10時半ぐらいですね。はい。で、明日の朝6時のフェリーで出稼ぎ行ってきます。で、出稼ぎ行く理由としてやっぱり水道管がズタズタでした。一応ね、配管は見て回って直せるところは直したけど、風呂桶の下の給油パイプですね、あれがズタズタでした。いい勢いっていうか、蛇口全開にした勢いで、バッチャバチャ出てまして、で、やっとね、水が通れば、自分の家で風呂入って、自分家のトイレでうんこもできるというとこまで来たんだけれども、それが不可能という、なんだろうな、水の漏れ方見た瞬間に、いや、わしゃ今まで何のためにみたいな感じで、ガクーンって感じだったから、いやー、でもきついね。人生、それも人生ですよ。で、水漏れに関してはちょっと、もっと追い打ちがあって、シャワーヘッドのサーモスタットも実は水が凍ってて、それが膨張してサーモスタットの、ネジあるでしょ、40度とか温度調節するあれがね、もげてました。こうスポーンって抜けちゃうぐらいの、水が多分抜けてなくて、あれが膨張してボキって折ったんだと思う。もげてたからね。でもだとしたら、もげっぱなしだったはずなんだけど、もげっぱなしだったはずのものが戻されてたからね、コチョンって。だから売ったあのおっさん知ってたんだよね、水漏れ。シャワーヘッドの水っていうか、シャワーヘッドの損害もね、壊れたのも知ってたんだろうなと思う。直しといたとか言ってたけどね、いや別に直してないんだったらそういうこと言わなくていいよね。はい、愚痴です。なので、今年の目標の進捗状況においをちょっと自分のブログ見ながら喋っていきますね。で、今回2021年の、俺のテーマですね。I thought what I would do was I would pretended I was one of those deaf mutes。 僕は目を閉じ口をつぐんだ不特定多数のうちの一人の人間になろうと思う。これは、攻殻機動隊、かなり古いやつですね。ラフィングマン、笑う男事件で、笑う男が、言った名言ですね。ライ麦畑で私を捕まえてが、語源だったかな。ちょっとここら辺覚えてないけど。要はもう、他人事はどうでもいいから、もうとにかく自分事だけを見て、自分事をなせということです。これは結構効果てきめんで、4月、
ですね、まあ、一応順調だったのは去年家を買ったことですね。まああれは予算内で買えたから全然 OK です。その後ちょっと出稼ぎ行かなくちゃいけなくて、まあ意外と金がたまらないんですよ。で、意外と金がたまらない理由として、あのね、車がね、どうもこうもちょっと壊れ始めてたんですね、あの時で。なんかね、メカニックによっても見方が全然変わるんですよ。だから、そんなにいいメカニックに巡り合わなかったなって感じっすね。まあ、こっちにね、住民票移してから、秋田の、スズキのオフィシャルのね、ディーラー行って、そこのメカニックに見てもらったけど、いや、動力系統がいかれてるから、シャフトの交換とかさ、ミッション下ろして積み替えるとか、そんなアホなことしなくてもね、よかった。あと結局あれ11万5千円出る予定がさ、だいたい2万5千円で済んじゃったもん。要は燃料系の、通電ができてなかったからさ、燃料系変えただけだもん。何だったんだろうな、今までと思ってね。それが大きかった。で、今年の計画としては2ヶ月で、リフォームを終わらして、外ごもりプレイスを、オープンさせるっていうことでしたが、まあ、水道が、まあ、ぐちゃぐちゃだったということで。で、まあ、匍匐前進で床下入ってたけど、無理なんですよ。風呂桶とか浴室ってあれ基礎で、またコンクリの基礎でブロックを積んで、その上に、床、浴室と風呂桶作るんで、まあ、入っていけないっすよ。人が。そんな隙間ないし、そこから、まあ、バッチャバチャ水が漏れてたと。いうことなので、まあ、諦めました。で、大体ね、そこだと、給油パイプを捨てないと、基礎とか、風呂桶、もう一回取り外して、基礎も多少ぶっ壊して、また給油パイプ埋め直しになるんで、多分ね、100万じゃ効かないんですよ。だから、水道屋の見積もりしてくれた人に、じゃあもう、まあ、本来、その給油パイプでお湯を給油してた、蛇口があるんだけれど、もうそれらは使わねえからいいよと。で、あとはもう床下じゃなくて床の上でいいから、架橋ポリで、1個だけ水道が使えるところを作ってくれりゃいいよっていうことを話して、それで、風呂桶を外すこともしない、解体もしない、基礎も壊さない、床もはぐらないっていうふうにして、バイパスですね。給油ボイラーから給油、今までの配管をばらさないで、もうその配管はもうそのまま据え置きで、腐ったら腐ったで、もう水もお湯も流さないように、もう放置ですね。そういう風にするためにバイパス、新たに管を通してそれ使おうっていうことで話を通したら、まあ、ようやくそれで20万になったんですよ。で、まあそこまでのもう余力は俺にないわけで、金っつうね。なので、ちょっと、出稼ぎに行ってきます。で、今年の使った金は確定申告で赤字っすね。まあ、それで住民税とか節約をできれば、まあいいかなって感じです。でも、まあ、多分できないかもしれない。修繕費として経費を計上できる部分がすんげえ少ないっていうことに気づいた。ほとんどは、この壁の仕切りとかあるでしょう。あれは、もともとの機能を維持する、修復するためのものじゃなくて、機能を拡張するっていうものだから、修繕費じゃなくて、リフォームになります。で、そのリフォームの目的としては、資本的な支出っていう部類になっちゃうから、もしかしたら来年ちょっとね、固定し、お客さん入って収入が上がったとしたらね、宿泊業として上がってしまったとしたら、ちょっと固定資産税が増えるなっていう危惧はありますが、まあ、その時はその時です。それはね、儲かったからいいっていうことだと僕は思います。で、蓄積と深掘り、付加価値より専門性高める、深めることや自分に対して得たい結果が得られる行動をする。はい。得たい結果の行動をしてきた結果、リフォームが終わりません。で、得たい結果を得るための、まあ、苦肉の策として出稼ぎという結論を僕は出しました。だから全然ね、深掘りができてません。英語も FX も、サイトも作れてもないし、まあもう一回ゲームサイトでゲーム実況もダメ、ブログもダメ、
ワーホリサイトを作ることもダメっすね。なんで、やっぱり土台を作ることです。得たい結果を得るために必要なのは、この家という土台をいかに完成させるかになります。はい。今年の予定、まあそうだね、7月開業オープンなんだけれども、まあ無理です。無理でした。痛いんだよね。はい。まあ予定は3月末スキー場バイトが終わり、一旦自宅に移動。これは OK。4月中ジモティで必要なものを集める。これがね、シーリングライトとかまだ集まってないんで、ここからダメですね。で、あとは、消火器、断熱材、いろいろ。まあ、これは集む。あと、消火器だけっすね。必要なもの。あと、シーリングライト。あと、カーテン。あと、窓なんですよ。窓が、枠がもう腐ってる部分があって、窓が開けたら落ちちゃうぐらい、ちょっとまずいとこがあるんで。で、あと、地震が来ても、窓ガラス割れるくらい、外装用の外窓じゃなくて、全部内窓でできてる、すごい古いもんなんで、ちょっとそこら辺どうかしないと、ダメっすね。着工は遅れる。あとね、作業免許取れてないですね、大特とか。で、あと FX なんてチャートとにらめっこしてる時間なんてないし、自分がまあ時間はあるけど、家の方が気になっても FX のトレードどころじゃないんで、もうちょっと負けてきちゃったし、ルールを完璧にね、忘れてきたっていうことに気づいて、もうルールじゃなくて、相場に釣られたエントリーをしてきて、まあ、これはいかんっていう話です。ちょっと、2と3と4と5とを追いすぎてるっていうのは気づいたんで、ちょっともう一回、それらを追うために必要な、この家の土台をどうにかするっていうことに、ちょっと原点、戻しました。で、あと体調管理として、梨状筋症候群、これ結構治ってはきてるんだけど、あともうちょいですね。あと体重80キロはちょっと無理かも。現時点では。むしろ増えたからね。88まで増えちゃったからね。水道管を見て以来ね、ちょっと無気力になりまして、酒の量が増えました、マジで。イライラしちゃってね。本当にね、わしゃ今まで何のためにっていう感じで、膝からガクーンって崩れ落ちる、そんな感じでしたね。水の漏れっぷり見た時は。そうだね。まあ、とにかく家、この家が、完成しない限りは、この目標を達成することはできないんで、まあ、ほぼ来年まで持ち越しですね。で、あと、経済力を持つ月12万を自分の裁量と自分の力で作ることができること、これ持ち越しですね。多分ね、7%ぐらいです。今年、俺の目標の達成度はもう。今年さ、ちょっとオープンできないのと、来年見据えるんであれば、ちょっと今年でもかかった経費だけを赤で確定申告しちゃって、もう一回来年からそのかかってくる税金安くした状態で出直すっていう方がおそらく最善だと、健全だと思うし、クラファンやるとは思ってるんですけど、クラファンやるタイミングはだいぶね、オープンの5ヶ月くらい前が俺はいいと思う。やっぱり2ヶ月は募集しておいて、で、3ヶ月ぐらいでリフォームをしながら、で、そこから8ヶ月とか9ヶ月でリターンを発送し終わるっていうのが理想だから、ちょっと駆け足と計画性がなさすぎました。で、あとは大徳建設系車両の免許、掘削、クレーンかなんかの免許、玉掛けとクレーンはセットで取んないとなと思う。あと2級船舶の免許。だから、これらはちょっとまあ、これらもまあ持ち越しですね。まあもしかしたら取らないかもしれないし。でまあ、今年はでもまあ二足のわらじで行く以上、体を拘束されて働くことに関しての時給アップは考えていかないといけないんで、まあダメっていう、まあこういう否定をする言葉をちょっとよく僕は使っちゃうんで、こっからもっと改善かな、意識して直していこうと思います。でもね、ここまでできたってことです。ここまでできたから。ここまでできた。だから、ここまでできたからもうちょい、ここから何を上乗せしておこうかっていうのはもうちょいゆっくりじっくりやっていこうと思います。必ずね、一つのことをやってるときに二つ三つのことを考えてるから、なんかね、効率悪いんですよ。だからもうちょいペースダウンをして、じっくりじっくり目の前のことに対してもっともっとじっくりやっていこうかな。やっていかないと一人じゃやっていけないんで、一馬力じゃね。っていうことが今年の、反省、中間報告の反省でした。皆さんはどうでしょうね。ってなわけで、出稼ぎ行ってきます。